吉田さん、セミって7年ぐらい地中にいてそしてその能力を育んでるんですよね地中っていうかね地球全体からエネルギーを得てそれで地上に出ていくんですよで地上でその7年間をほとばしれてほとばしらせて7日間ぐらいでしたかね生きるのはでも短い人生の中でも精一杯、1秒たりとも無駄にすることなく泣き続けるんじゃないですかね セミがなくっていうのは自分の存在を知らせるってことだと思うんですけどもいかがですかで私たちはインターネットっていうセミでは使えないような素晴らしいテクノロジーを持ってるんですけども知らせる泣き続けるってことをあんまりしないですよねどちらかというと隠れちゃうんですよ、ね、人見知りなんでしょうかね恥ずかしいんでしょうかね、うん、分かんないですけども自分のことは知られたくないんだけどもでも豊かにはなりたいんですよね、うん、随分身勝手なことだと思いますやっぱりね、うん、なんかその身を晒していくこと がててにななっていくんじゃないかなと思いますよね知られずに有名になることはありませんし知られずに影響力を持つことはできませんしねそしてそんなに自分のことっていうのは恥ずかしいもんではないと思うんですよ。全知全能の神様が作り上げた自分という存在お父さんお母さんがね作ってくれたこの体この体そんなに恥ずかしいんですかね堂々と作品として見していけると思うんですよ。そそしててれなりのの人生を送っいると思いますので 店で恥ずかしいいいことと全くないと思いますさあそれでね前回吉田さんが「セミになろう」っていうね、えー、そんなタイトルで動画作っておられましたけども今回はね山口力さんを思い出してタケノコで行きましょうねタケノコタケノコも地中に長いこといて春にブワッと芽吹くんですよねで大きな竹になるんですけどもタケノコの成長スピードって最初はちょびっとなんですよ2日目はこのぐらいなんですよ3日目はもうちょっと早いんですよ4日目はドーンっていくんですよ 徐々に伸びしろが速くなるっていうね。そんな感じで、あんなにね、丈夫で、しなやかで、高い竹になるんですよね。そう考えたら私たち人間も、竹の子や蝉に負けないように、最初はね、歩みが遅くても、いつかね、非可急数的な加速度を持って、ドカーンと突き抜けて、高く、たくましく、それでしなやかなね。それでいてしなやかな、そんな竹のような精神を持ちたいかなと思ってますね。うん、人間は 伸び続けることができるとこの地上であらゆる霊長類の中でね最も優れた特質神様に近い特質を持たされているのが人間だと思いますもちろん私たちの愚かさからまだ地上を支配しているとは言いませんしおそらく人間やの存在に全く敵わないところもあるでしょうそれは取り物合わせず私たちが私利私欲にかまけてね愚かで生き続けるからだと思うんですけどね まあちょっとね、宗教みたいな話になってきましたけどもまあこの億万長者シリーズもともとはエホバの証人から始まってますんで宗教みたいな話になっても致し方がないのかなと思うんですよねあちなみに吉田さんもなんか海老名ベテル本部いたみたいじゃないですかなんかドラちらっとね動画かなんかみたいな気がするんですけどもね私と同じところに立って撮影されてませんでしたうんなかなかいいじゃないですかじゃあタケノコでお願いします